ありがとうございます。皆さん、こんばんは。本当に暑いですね。たくさんお集まりいただいてありがとうございます。レジュメをお渡ししてますので、1時間ほどこのレジュメにとって、率直な今の問題意識も含めてお話をしたいと思います。なかなか厳しい問題もありまして、決して簡単ではないと思うんですね。その辺のこともあまり話す機会ないんですが、今日は実行委員会の皆さんですので、普段考えていることを率直にお話をしてみたいと思ってやってきました。7月の7日に自民党の野田聖子幹事長代行が言った言葉を引用しておきました。菅政権になってから東京都議選も推薦した知事選も負け、4月の衆参3選挙もずっと勝てなくなっている自民党がいる。幹事長代行の野田さんがこういうことを言った。これは自民党の今の情勢認識だと思うんですね。これはかなり当たってる話だと思います。菅政権、今小出さんのお話にもありましたように、大変な状態に今陥ってると思います。いろんな意味で菅政権は行き詰まってると私は考えています。今回4度目の緊急事態宣言で、東京は1800人ぐらい今日は感染者がいるという、まもなく2500人、3000人というような事態になるだろう。オリンピックが進みながら感染が急速に拡大しているという状況です。コロナに打ち勝った証としての安心安全な東京オリンピックと、こういうことをずっと安倍内閣以来自公政権は言ってきたんですけれども、これは明確に今破綻しつつあると思います。オリンピックはあさってからやるんでしょうけれども、もしかしたら本当に途中でどうにかしなきゃいけないような事態に陥るかもしれない。誰もがそういう心配をしているようなこの事態だと思います。1年半安心安全な東京五輪ということでやってきましたけれども、この間にたくさんの人々が亡くなっている、たくさんの人々が罹患している、この命、失った命というのを今の政権は本当にどう考えているんだろうか。一人一人の人間、皆、親兄弟、友達もいる、いろんな知り合いもいる、そういう一人一人の生身の人間がこの期間1万5000人も亡くなってきているということに対して、菅政権の責任、安倍政権の責任は本当に重大なんですけれども、これに対して明確な対策が取られてこなかったのがこの間の状況だったと思います。そういう意味で菅自公政権は政権担当能力を失っている、多くの人がそう思っていると思いますね。私たちもこれ以上この政権に任せておいたらますますひどくなるんですから、何としてもこれを食い止めなきゃいけない、そういう私たちの責任もあるんだと思います。この前終わりました国会では、沖縄辺野古基地を強行しながら福島原発汚染水の海洋投棄とか、あるいは原発の再稼働とか、そういうものを進め、そして8国会にわたって問題になってきた改憲手続き法の改正案というのを強行し、あるいはデジタル監視法とか重要土地調査法案とか、たくさんの悪法を菅内閣は成立をさせてきました。こういう中で権力の私物化、犯罪、あるいは政官業の癒着、腐敗などはとどまるところを知らないと思います。このコロナとかさまざまな悪性の中で、私はもう一つ大事な問題があると思うのは、この日米同盟に関係する問題です。なかなかコロナ禍の中でこの問題がマスメディアに大きく取り上げられることはなくなってるんですけれども、この問題は非常に重要な問題だと思っています。日米首脳会談の中で、自由で開かれたインド太平洋構想というのが強調され、その中で
中国に対してアメリカと手を組んで中国包囲網を敷いていく、そういう路線が改めて今回明確にされました。ヨーロッパの諸国まで含めて、あるいはクアッドと言われるインドとかそういうところまで含めて、あるいは東南アジア条約機構の人々、これらをアメリカと日本は総結集して中国朝鮮に対する包囲網を敷こうというのが、この前の日米共同声明、日米首脳会談等日米共同声明の立場だったと思いますけれども、あの中で今防衛大綱、防衛白書が出されているんですよね。この防衛白書も全く今申し上げた日米共同宣言の線に沿って作られているわけですけれども、麻生副総理が最近こういうことをここに書いておいた問題を言っています。台湾で大きな問題が起これば集団的自衛権行使を可能とする安全保障関連法の存立危機事態に関係すると言ってもおかしくない、日米で台湾を防衛しなければならないというふうに麻生副首相が言ったことは大変大きな問題だと思います。台湾問題に日本の政府が言及をして、こういう形で言及したのはかつての佐藤内閣以来初めてのことです。日中国交回復とその後の日中平和友好条約など日本と中国の関係は比較的いい状態が続きましたけれども、その後、石原東京都知事とかさまざまな勢力の画策によって日中関係が非常に緊張状態に陥ってくる、今日そういう状態にあります。そして今さまざまなメディアの報道によっても中国と韓国のあるいは朝鮮の悪口を言うことは、これに文句を言うことは何となく当たり前、これに対して包囲し攻撃していくことは当たり前という状態が今日作られていることを私は非常に危惧しています。この麻生首相の発言もそういう雰囲気の延長上で出てきています。非常に前のめりだと思うんですね。今度の防衛白書もそうなんです。ご覧になった方いるでしょうか。私はネットで見たんですけれども、防衛白書の表紙に劇画チックな絵があって、これは楠木正成なんですよね。楠木正成といえば年配の人たちは分かりますけれども、楠木正成が騎馬武者になって馬にまたがって、その馬が前足を跳ね上げて今にも戦闘しようというような、そういう姿勢の絵が今回の防衛白書の表紙なんです。言うまでもないですよね。中君愛国の象徴としての楠木正成ですから、これを防衛白書の表紙にして発表するという今の菅政権の姿勢、ここに極めて危険な要素が現れていると思うんです。どうかこれはぜひネットなどでご覧になって、特に若い人たちに話してあげてください。鬼滅の刃とかああいうので劇画がすごい流行ってますから、この表紙は結構それに受ける可能性があるんですよね、かっこよく。だからそういう意味では若い人たちに楠木正成というのはどういう人物なのか、戦前のあの天皇制軍国主義の中でこれを利用してどういう教育がやれたのか、ぜひお話をしてあげていただきたいと思います。この防衛白書の中で中国に対する包囲網を敷いていく、そういう路線が明確になっているんですけれども、この中で例えばアメリカで、あと6年後ぐらいに
中国は台湾を攻めるかもしれない、そういうふうな報告がアメリカの議会で証言されたというようなこともこの中に出てきます。あたかもあと6年以内に中国が台湾を軍事侵攻する、そういう書き方です。それから、これは実はアメリカの議会の中で証言されたんですけれども、説明があって、必ずしもそれは中国が6年後に台湾を侵攻するという意味ではなくて、そういう体制能力を持つ非常に危険な状態だというアメリカの議会に対する説明なんですけれども、それをねじ曲げて報告をしていけば、6年以内にあたかも侵攻するかもしれない、そういう形の報告の仕方になっています。例えば麻生さんが言ったこの話の直後なんですけれども、アメリカの、キャンベルというインド太平洋調査官という人がいるんですけれども、この人ももう一つ、それに追っかぶせて言ってるのは、アメリカは台湾独立を支持しないんだというふうに麻生さんが発言をした後、わざわざアメリカがこういうことを言ってることも私は注目する必要があると思うんです。何が言いたいかと言いますと、アメリカは今一度中国と対立して、中国との戦争を含めたそういう体制に中国包囲網を持っていこうと、必ずしもそうしてるんではない、アメリカの中にはもう少し落ち着いた考え方、アメリカもさまざまな勢力がいますけれども、に基づいてこういう発言がされてるんではないかということを言いたいわけです。しかし日本の政府の方はそれを受け止めて、非常に前のめりに中国敵視という政策をどんどん進めようとする。自由で開かれたインド太平洋というようなことを強調することによって、中国的政策をどんどん進めていることが、これがこの日本をどこに持っていこうとしているのか、私は日本政府の菅政権の今の動きというものは非常に危険だというふうに思っています。単にアメリカの指揮棒に従っているというだけではなくて、前のめりになって中国朝鮮に対するキャンペーンをやっていることを、こういうことと菅内閣が現在さまざまな困難にぶち当たっていて、どうやって彼らが政権を維持していこうとしているかということと、私は非常に関係があることだというふうに思っています。だから確かに台湾海峡は戦争の危険があることはあるわけですけれども、私たちもそこはもう少し落ち着いて考える必要があるんじゃないか。戦争が起きる大変だというだけではなくて、これをどうやって食い止めていくのか、そういう戦争を絶対起こさないためにどういう可能性があるのかということと合わせて、冷静にこの問題を見ていく、少なくとも防衛白書のような見方でこの東アジアの情勢に対応してはいけないんだというふうに今の菅政権を見ながら私は思っています。まもなく総選挙があるわけですけれども、これも難しくて、いつ総選挙があるかなかなか分かりませんよね。さまざまな説があって、これは本当に分かりにくい。立憲民主党は多分今日明日あたりの会議で、10月3日が投開票だという線を多分立憲民主党は打ち出すと言っています。しかしこれ本当にそうかというところは、私はそうだというふうに言い切れる状態ではないと思います。立憲民主党も野党第一党ですから、総選挙に向かって責任があるという意味で、10月3日にターゲットを絞って、それに向かって選挙体制を取ってくるだということで、そういうのを打ち出すわけですけれども、最悪というか、悪でかはどうか分かりませんけれども、11月28日投票という説まであるんですね。これは10月20何日ですか、衆議院の任期が、それとの関係で、この間はずっとどんな遅くとも10月末までには総選挙があるというふうに言われてきたわけですけれども、
この何ヶ月かいろんな検討する中で、11月の28日、最長でここまで、投開票日を延ばすことが可能なんだという説がかなり出てきていて、私はこれもかなり可能性があるなというふうに思ってるんです。というのは菅内閣はこのまま総選挙に突っ込める体制にほとんどない。このまま突っ込んでいったら菅内閣負けるのははっきりしてる。だからできるだけ期間を延ばして、その間に菅内閣の成果らしきものを作り上げて、ギリギリ延ばして総選挙をやるということがあり得るんですね。そういう意味でいつ総選挙になるかというのを、私は今日は予測をここでは言い切ることができない。繰り返しますが、立憲さんは10月3日ということでターゲットを絞ってやろうとしているということだけご確認いただいて、頭に入れていろいろ頭を柔らかくして考えていけばいいかなというふうに思っています。いずれにしても今度の選挙で私たちがやらなければいけないことは、丸の2に書いておきましたけれども、ごめんなさい、なんか声が壊れちゃってます、ごめんなさい。命と人間の尊厳を守る政治を選択する。すべての人々が人間らしい生活を保障される社会を作る。安保法制に反対し、立憲主義の回復を求め、憲法の理念に反するすべての悪法を廃止し、憲法を生かした平和な社会を実現する。これ以上菅政権を続けさせない。私たちが菅政権に代わってこういう政治を実現しようではないか。それが今回の、最悪11月末にあるまで考えられあることまで考えられる総選挙の中で、私たちが戦っていかなければいけないことだと思っています。もう少し後で申し上げますけれども、これに向かってのでは市民連合を含めた市民と野党の共闘の体制がこれに向かって今万全かというと、率直に申し上げてそうなっていません。かなり厳しい状況もあります。しかし厳しいといって、今回この目標、この菅政権をこういうふうに変えていこう、政治を転換させていこうという、これを放棄するわけにはいきません。何としても実現をしなきゃいけないわけで、今日皆さんと一緒に考えようと思っているのもそのことです。3番目に書いておきましたけれども、厳しい問題の、一つは市民と野党の共闘を今どこまで我々が全国で作り上げているか、市民と野党の共闘がどこまで進んでいるかということです。なんとなくこの何年間か、特に6年ぐらいにわたって市民と野党が共闘して、そして一本化して安倍政権あるいは自公政権に立ち向かうのは当たり前だ、そういうふうな私たち自身もそういうふうに思ってしまうことがあります。当たり前というか、もともとあるようなもの、そんなふうに考える気になってしまうことが時々あります。しかしこの 5,6 年を考えてみますと、市民と野党の共闘というのは決して当たり前のものではなくて、どこかにあるものでもなくて、この 5,6 年にわたって全国の市民運動があるいは野党と協力してそれを作り出してきた、あるいは戦ってきた。なかなかそれが難しいことを、それをみんなで実現して、市民と野党が共闘して自公政権と戦おうというこの方針が当たり前のようになってきた。もう一回この作ってきた、苦労をしてきた過程を私たちは思い出す必要があるんじゃないかなというふうに思っています。というのは、それをこの時期もっと、学びながらもっと前に進めていかなければいけないから、そういうことを言っています。簡単に丸四以降を振り返っています。2015年の安保法制に反対する戦いですけれども、2014年から15年の安保闘争を経て、野党と市民の共闘ということが繰り返し言われてきました。
そして2015年の安保闘争は全国で大きな闘争をやりましたけれども、結果として2015年の9月19日安保法制は強行採決をされてしまいました。安保法制は私たちが何としても止めたいと思ってきたんですけれども、それが成立させられた。その時にこの安保法制を戦っていた全国の市民運動が何を考えたかというと、私たちは全国で集会もやり、デモをやり、共闘もやってきた。それにもかかわらず負けたということは、国会で自公政、自公側が圧倒的な多数を持ってるからじゃないか。この国会自身を何とかしないことには、本当に私たちが言ってきた、この安保法制阻止というのもできないし、まあ、9月19日からは安保法制を今度は廃止する戦いになったわけですけれども、この憲法違反の安保法制を廃止するためには、この国会をどうするんだというのが、毎日デモをやってきた私たち市民自身の課題だということを改めて再認識するわけで、選挙は、あるいは議員を選ぶという仕事は、政党の仕事だけではなくて、政党さんにとっては当然の仕事ですけれども、政党の仕事だけではなくて、この間みんなで一緒に戦ってきた市民自身の主権者としての市民自身の責任で、市民自身の戦いではないか、こういうことであるならば、そのための組織を作ろう、プラットフォームを作ろうということで、2015年の12月にここに書いてある、今で言うと懐かしいんですけれども、あ、書いてないですかね、シールズとか、あるいはママの会とか、総係、学者の会、立憲デモクラシー、これらの2枚目のトップ、一番上に書いてありますけれども、これらの5団体が市民連合を作って、新しい私たち自身の政治を実現するためのプラットフォームとして、こういうものを作ったわけです。以降、この市民連合というプラットフォームが、今日まで3つの大きな国政選挙を戦ってきました。2016年の参議院選挙、2017年の衆議院選挙、2019年の参議院選挙と3つ戦ってきました。いろいろありましたから、これは端折りますけれども、この3つの大きな国政選挙の中で、市民が野党と結束をして、共闘して、そしてとりわけ小選挙区において、候補者を一本化するという形で戦っていけば、ここに大きな前進の可能性がある。一本化すれば必ずしも勝つわけではありませんけれども、一本化が野党が大きく前進できる、そういう可能性をこの3つの国政選挙の取り組みの中で、この間私たちはやってきたと思います。たくさんの教訓があるんですけれども、そして今年の4月25日の、衆参の補欠選挙と再選挙、先ほど小池さんがおっしゃってました北海道と長野と広島の衆参の補欠選挙と、再選挙、この3つで結果として勝利したわけですよね。安倍内閣の時に言われたのは、安倍政権の時代に安倍政権が関わった国政選挙はみんな勝ったというふうに安倍政権は当時自慢をしてました。安倍は強いんだと言われたのがそれなんです。国政選挙という国政選挙、ほとんどが自公が勝ってきた。にもかかわらず、今回の4月25日の選挙は野党が参戦して全勝したという画期的な成果を上げました。なんとなくこれも、北海道は汚職があったし、長野は立憲民主党の議員が亡くなったし、広島は例の案里さんの騒ぎですから、そういう意味でこれは勝つのは当たり前だという見る人もいるんですけれども、決してこれはそうではないです。やっぱりここで候補者がいろんな苦労を、市民と野党の共闘を経て候補者を一本化して、そういう中で自公を打ち破ってきた、ここには非常に重要な教訓があったと思います。
強いと言われた安倍時代の自民党を参戦、3つの選挙区で全て、ひっくり返してきたという意味で大きな成果だったと思います。これらの取り組みの中で市民連合がどういうことをやってきたかということを ⑥ の中で書いています。市民連合は今度の総選挙に向けて皆さんご存知の通りの15項目の政策要望というのを作りました。そしてこの新しい政治を実現するということで15項目の政策要望を出して、これを野党各党にお示しをして、野党各党の皆さんがこういう中身で共闘し市民と一緒に戦って新しい政治を作ってくれるように私たちは要請してきました。先ほど触れた3つの大きな国政選挙の中で振り返ってみますと、実は野党同士の政策協定というのはこの3つともできていないんです。どういう政策協定ができたかというと、市民連合が政策の案を示して、それに各政党が同じテーブル会議をやって、各政党の党首とか幹事長の皆さんが市民連合が示したその政策に採印をして共同する。そこで共同したことで全国各地の各選挙区で野党と市民の共闘というのを作る、こういうことでやってきたわけですね。なかなか政党さん同士だけでの政策協定というのは実はできていないんです。この間これはいろんな難しい問題があって、結果として各政党の事情は、市民連合というそういう間に立つ組織を媒介にして共闘するというのがこの間この3つの大きな選挙でやってきたパターンでした。ですから、どこの時点でいつも各政党の委員長さんなり党首さんなりが集まって私たちと一緒に会議をやって、そしてそれに協定に調印をする、マスコミを入れてこういう協定が成り立ったというのを広く広めていく、そういうやり方をこの間ずっとやってきたわけですね、野党共闘を作るために。で、今回の総選挙に向けてもまず私たちが考えたのはそれをやりたいと思いました。15項目の政策要望を作りましたから、これを各政党に渡してどうですかというふうに相談をして、各政党が OK というふうになったら何月何日の何時からそこのテーブルに各党の党首の皆さんに集まっていただいて、あるいは幹事長やセンター局長の皆さんに集まっていただいて、そしてそれぞれの決意を述べていただいて、賛成だと一緒にやりましょうということで、協定が成り立つというそういう場を作ろうとしてきました。3回過去にやったんですから、今回もそれをやろうと思うのは当然です。ところがですね、今回できていないんですよ、未だに。本当に残念なことに、今までやってきたこの市民連合とその他の各政党の代表の皆さんが一堂に会してその議論をするという場が作れていません。これは本当に予想以上に大変な仕事でしたというか、今も大変な仕事なんです。それができていないんですね。これができていれば各地の各選挙区での一本化とかそういうのもかなり急速に進むんですけれども、なかなかそうなってない。4月25日の、3選挙区のこの選挙戦でもそういう場を作ることが実はできなかったんです。3選挙区3つの、補欠選挙と再選挙があるので、各党の代表の皆さんに集まってこの3つ共に戦おうというそういう確認をしたかったんですけれども、私たちの方からはそのための提案も出して各政党の皆さんに呼びかけたんですけれども、集まっていただける条件にありませんでした。 OK 行くよと言った政党もあるんですけれども、行けないと言った政党もいるんですね。その時に考えちゃうわけですよ、私たちは。5党2会派と今言ってます。5つの政党、
立憲民主、共産、社民、国民、令和、これで5党ですね。それから参議院に沖縄の風と碧水会という2つの大派があります。5党二階派と言ってるんですけれども、この5党二階派の人たちに案をお示しして、そしてみんなこの5党二階派の人たちにおいでいただいて集まるという場を作ろうとしたんですが、できませんでした。出てこないというところがあるわけです。その時に私たちが困るのは、出てこないのが明らかにいくつかある時に、出てくる人たちと市民連合だけで政策協定を作るのかどうかっていう決断が迫られるわけですよね。私たちはこれでもしやっちゃったら、読売新聞や産経新聞はこれ幸いとね、野党は分裂した、市民連合の共同の政策を作る、テーブルを作るという方針は失敗したって書かれる、決まってるんですね。いっぱい書き立てると思うんです。これは絶対やりたくないというふうに私たちは思いましたね。何としてもこの5党二階派の共同を作りたい、そういうことで来ないというところがあるんだったら、今回は個別に各政党と市民連合、各政党と市民連合という形で話し合い協議をやっていこうということを今回やってきたんです。4月25日の選挙もそういう形で、だから3つの選挙区の共闘のパターンはそれぞれ違うんですね。各政党が全く一緒になってやったところもあるし、そうじゃないところもある。ぶっちゃけて言うと、広島の選挙などは共産党の C さんが行っても、そこで一緒の合同演説会ができない、わざわざ党の委員長が広島まで行ってもできない、どうするかっていろんな苦労をするわけですけれども、そんなことが問題になるような4月の25日の選挙だったんです。ただしそういういろんなことがありましたけれども、最終的には候補者を一本化し、それぞれの党の立場や取り組み方に強弱はありますけれども、各野党がみんな一緒になってこの3つの選挙区の候補者を押した結果、勝てたわけですよ。ですからもうダメだ、もうこのやつは勝手にしろということで私たちは諦めたわけではなくて、やっぱり勝つためには統一をし、共闘しなきゃいけない、野党が分裂することを一番自民党、公明党は望んでいる、絶対その手に持ってはいけない、これを原則にして私たちは4月25日の取り組みもやりましたし、今もそのことをやりつつあるところです。まだその共通のテーブルは作られてないんですね。私たちの出した15項目の、政策要望について大雑把に言えば、立憲民主と共産と社民は基本的に OK をしてくれました。これでいけます。それから参議院の2つの会派、沖縄の風と碧水会の皆さんもいいでしょうと言ってくれました。国民民主さんはそう言わないんですね。大体わかるけれども、共産党と同席はできない。この間3回やってきたじゃないですか。3回の選挙はみんな同席してきたから協定ができたんですけれども、今回の選挙に関して言うと、国民民主さんは共産党と同席はできない。だから共通のテーブルは無理だよっていう。実は国民民主の中でも、共闘しなければダメだという人がもういまして、幹部の人たちは。その人なんか一生懸命努力して、国民民主もその番出ようじゃないかって一生懸命努力をしてくれたんですけれども、なかなか党全体がうんというふうにはなりませんでした。玉木さんが首をうんというところまで持っていけませんでした。令和新選組さんはご存知の通りで、消費税 5%、これに全ての党が合意することが前提だと。それに合意できない場には自分たちは行かない。実は参選挙も令和新選組さんは取り組みませんでした。北海道だけ取り組んだんです。それはあそこの松木さんっていう立憲の候補者が昔、山本太郎さんと小沢さんのところで同じ政党を作ってた時の仲間だということで、
松木さんのとこだけには山本太郎さんは応援に行ったんですけれども、長野と広島は行きませんでした。まあそういう綱渡りはいろいろあったんですけれども、いずれにしてもそういう共同のテーブルに れいわ新選組も参加できない。これはここにおられる皆さんから考えると消費税 5% ってのは当たり前じゃないかというふうに思うと思うんですけれども、消費税の考え方について、例えば立憲さんの税金に対する考え方っていうのは基本的なところで違うことがあるんですね。あの人たちなりの税制についての考え方があって、それに基づいて消費税についてのあの党の微妙な方針も出てきてるわけで、簡単ではないんですよ。消費税 5% ぐらいみんな同意しろっていう党の基本的な考え方に関わるわけですから、ぶっちゃけ言ったらどういう社会を目指すか、こういう言い方で理解でいいのかどうか分かりませんけれども、北欧型のようなああいう社会を目指すというのが令和さん、あれはじゃない、立憲さんには非常に強いですから、この考え方でいけば北欧型で言えば消費税はすごい高いでしょ。だから簡単ではないんですよ。だからいろいろ苦労して、今ご存知のように枝野さんも消費税の問題でどんどん他の党に寄ってきて、もうちょっとでこの問題でも合意できそうだっていうところまで枝野さんのところと、市民連合と他の党とそういうところまで来てるんですね。しかし最初からこれが条件だと言われたら集まりないんですよ。私たちはだからそういうやり方はこの間取ってこなかったんですけれども、なかなか山本さんのところにもそこはこの間で言うと考え直してもらっていないということで、この2つが出てこないんですね。今のところここがものすごい問題なんです。これからどうするのかって、各地の市民連合の皆さんとの帰りなどもしばしばやるんですけれども、この辺の問題は国民民主もいないとこ、令和さんもいない選挙区というのもいっぱいありますから、そういうところでは比較的話が簡単なんですが、それらの方がおられるところでどういう共同を作っていくかというのはなかなか面倒くさい問題がいっぱいありまして、まあいろいろぐじぐじ言いましたけども、結論的に言うと、この間やった3つの大きな国政選挙で作ったような共同のテーブルを今日なおまだ作り上げていない。総選挙直前までこれで行くのかどうかというのも私たちは今非常に苦心しているところで、どっかでは決断をしなきゃいけないんでしょうけど、どっかではまとめなきゃいけないんでしょうけども、どういうまとめをしたらいいかというところは未だにこの問題では悩んでいるところです。ただそういう中で、4月25日の選挙に続いて、この間大きな各地の取り組みがありました。取り組みの中で特徴的な取り組みがありました。それは東京都議会選挙です。東京都議会選挙でこの野党の共闘の問題で大きな前進がありました。都議会選挙はご存知のように、立憲も共産も国民も令和も、その他にネットワークとかいろいろあるんですけれども、それぞれ候補者を立てて戦いました。結論的に言いますと、これに変えておきましたけれども、自民党が目指した、50議席以上というのは自民党は失敗しました。自民党と公明党でも都議会の過半数を取ることができませんでした。都議会は面倒くさくて、この前まで公明党とそれから小池さんの都民ファが共同してたんですね。今度の選挙は公明党さんは都民ファと決別をして、自民党とまた改めて組み直して、いろんな面倒くさいことがあるんですけれども、都民ファーストという小池さんの与党も大きく議席は減らしましたけれども、30いくつ取りました。そういうことで今回の、都議会議員選挙の結果は、自民党公明党の塊と都民ファーストの塊と、それから立憲共産の塊と、
どれも多数を取ることができず、大体3つがそれぞれ力を持っているという状態に今回の選挙の結果になりました。立憲と共産の、塊がそういう今重要な役割をするような位置に来ているのは、皆さんご存知のようにこの中で立憲と共産の間で選挙協力がやられました。特に都議会の場合1人区、2人区、3人区、その他というのがあって、本当に人数が多い選挙区もあるんですけれども、1人区、2人区、3人区、この選挙区の中で立憲と共産が候補者を事実上一本化しました。マスコミは住み分けというふうに言いました。こっちにはここの住所には共産、こっちには立憲というふうに、そういう住み分けをやって一本化した結果、立憲と共産が今度の都議会で伸びたというふうにマスコミは書きました。これはあまり実は正確ではありません。住み分けというのは候補者でここは共産ね、ここは立憲ねって候補者を分ける、そういう選挙ですよね。実際には住み分けにとどまらずに、今回はそのここは共産ね、ここは立憲ねっていうふうに決めたところに相手の党の国会議員が応援に行きました。だから単なるそれぞれ住み分けて独自に頑張んなさいっていうんではなくて、共闘してこの候補者を当選させるという運動をやったんですね。ですから明らかに選挙共闘協力をやったというふうに思っています。でそういう結果、メディアの、調査によると立憲の候補者に一本化したところの、共産党支持層は、7割ぐらいが投票したというふうに言ってたメディアがありました。それから共産が一人立ったところに立憲の支持者の人たちは5割なんぼぐらいが共産に投票した。でそのメディアの評価によると、だからうまくいってないんだと、共産のところは7割もしたけど立憲のところは5割しかいってないじゃないか、ちっともうまくいってないじゃないか。そんなことないですよね。選挙知ってる皆さんは、私は立憲の支持者が共産に5割以上も投票したかと私はびっくりしましたね。選挙実際知ってれば本当そうだと思うんです。たった5割なんて誰も思わないですよ。だって悪いけど保守がすごく多いでしょ、立憲の支持者には。保守の人がそういう層が共産党に入れるということ自身が大きな変化だったんですよね。それから今回の都議会選挙ではそういうことも作り出したんですね。それから、小金井市というところでは立憲も共産も、ネットも緑の党も新社会党もこれでみんな一緒になって一人の候補者を推した結果、1人区で圧倒的に勝利をした。これは先日の19日公報にここで当選した新しい無所属の都議会議員が挨拶に来て、一緒に頑張ろうというふうに挨拶をしてくれました。神戸明子さんという女性の候補者だけれども、そういうふうな、それからネットも一人当選させたとか、いろんなことがありまして、今回の都議会議員選挙というのはいろんな難しい状況、先ほどお話しした国政の方の共闘が非常に難しい状況がある中で、これを選挙共闘を作り出したんですね、野党と市民の。それがこういう成果を上げたんだと思うんです。ですから中央の方での野党共闘がうまくいかないからといって諦めたんではなくて、各東京の各選挙区の皆さんがどうやって野党共闘を実現してこの自民党公明党と戦っていくかというところで非常に工夫をしながら苦心をして戦った結果が今回の都議会議員選挙の結果であって、冒頭にご紹介した野田聖子が都議会選挙も負けたんだというふうに言う、50を目標にしたのにそれが自民党は取れなかったって、30いくつに落ちちゃった、そういうことも含めて都議会選挙は負けというふうに彼女が評価する大きな成果が今度の、都議会選挙ではあったと思います。私はこれも先ほどの4月25日の
一本化の教訓と東京都議会選挙のこの選挙共闘の教訓というのは、これから目前に控えている総選挙に向かって我々がどう進んでいくかという上で考える上で非常に重要な教訓を含んでいるというふうに思っています。今そういう経過の中で総選挙に今向かおうとしているわけですけれども、丸八のところにちょっと書いておきました。時間がないのでどんどん進みたいと思うんですが、定数465人のうち選挙区が289、小選挙区ですね、比例区が178で過半数が233ということで、今大体出てる候補数で前後ありますけども、立憲が208、共産が124、国民が22、令和が20、社民15、無所属16ぐらいが大体今野党の側で今度総選挙に向かって立候補しようとする体制です。自公の方が286で維新が42という状態です。でその中で、野党同士が勝ち合ってる選挙区、複数いる選挙区、立憲と共産が立ってる小選挙区が65あります。立憲と国民のところは2、立憲と社民が3、立憲と令和が13、共産と国民が11などなどというふうに、各選挙区でこのくらいまだ野党の候補者は一本化できていません。あのメディアは最近どっか東京新聞かどっかですかね、70ぐらいまだ残ってるって書いた、まああんなもんですね。今私たちはここを何とかしなきゃいけない。各政党と協議をして協定を結んでここを何とかしなきゃいけないというところにあるんですけれど、実はあの例えば立憲と共産が65から70ぐらいダブってるというふうには言いますけれど、数字ではこうなんですけれども、実際にはあの各選挙区で話がどうなってるかっていうふうなことを見ますと、ざっと見て20ぐらい、あと20ぐらいがまだうまくいってないという状況です。それ以外の50近くはもう大体今両方立ってるけども、どっちかの地方っていうような話にかなりなってるという意味では、こんなにまだ65も70も残ってるのかっていうほどの実情ではありません。あと20ぐらいだから何とかできないかって本当に思うんですけれど、そこを何とかしようと思ってるんですけれども、あの今の状況はそういう状況です。で、先日あのマスコミで流れましたので、7月15日あの労働組合の連合、ユニオン連合と国民民主、あるいはユニオン連合と立憲民主の、政策協定という話がマスコミに発表されたと思います。この3つで共同の政策協定は作れなかったんです。ここも3つが一緒になっては作れなかったので、連合と立憲、連合と国民という形で政策協定を作ったんです。ただし作った協定の文書は同じなんです。同じものを別々の名前で作ったという、そういうことなんですね。ただその中に実は大変なことも書いてあるんですね。5項目ぐらい非常に抽象的な協定案なんですけれども、その5番目、左右の全体指標を廃止、主権者意識の寛容を軸とした健全な民主主義の最高を力強く推進するというのが5番目なんですね。左右の全体主義って何だって話になるわけです。で、これはあの立憲さんと連合の分協定書にもあるんです。だから枝野さんと神津さんが約束した文書にもこの左右の全体主義ってあるんです。この埼玉におられる枝野さんとかですね。枝野さんに聞くと、左右の全体主義というのは何だって聞くと、枝野さんはこれは特定の政党とか特定の対象をあの言ってるものではないっていうふうに言うんです。玉木さんに聞くと、これは日本共産党であるっていうわけです。同じ文章について立憲とあの玉木さんのところで解釈が違うんですが、こういう選挙政策協定が7月の15日にできている。ついこの前
だから先ほど私がずっと言ってきたように、今、難しい局面にあるというのはそういうことなんですね。で、時間ありません。最後に言います。だから私たちは諦める。だからダメだ。もう市民と野党の共闘などと言わないで、野党で我々に同調する人たちとだけやろうっていうふうに言うのかどうか。私は今でも言わない。それを願ってるのは自民党、公明党だし、あるいは国民民主の中にいる四炭酸などを背景にした自動車とか電力とか電気とかこういうとこを背景にした勢力の人たちで、この人たちは何としても野党共闘、市民と野党の共闘にくさびを入れようとしてきてるわけですから、私たちはここは粘り抜いて、何としても今度の選挙で野党の候補者の一本化を目指して、先ほど言ったあと20ぐらいしか残ってない、そこを何とか実現するようにしたい。先ほど言った70なり65のところで説明しませんでしたけれども、その数字はどこから来るかというと、どういう数字かというと、前回の選挙で野党の票を足すと自公の票を上回る選挙区。で、野党の方が多いのに野党が何人も立ってた結果、自公の候補に負けた選挙区と。それから自公と野党を比べると、あと数千回一番まであれば野党の方が勝つという選挙区。それを合わせるとそのぐらいあるってことなんです。だからそこを一本化したいって私たちは思ってるわけですね。前の選挙の実績の上に立って、その一本化を図ってひっくり返したい。今回の選挙で市民連合は、野党の各党の皆さんもそうなんですけれども、全選挙区で289の全選挙区で候補者の一本化を実現するというのは無理だろうなというのを、出発時点から各党もそう考えてます。すべての選挙区でやるのは難しい。それは特に比例区の問題もあって、比例区と選挙区の関係もありますから、比例区で当選させるためにどうしても選挙区を各党によっては戦いたいという選挙区もあるわけですから、そういうこともあって全選挙区の一本化は目指さない。一本化をするのは現職がいるところと、それから足せば野党が勝つところと、それから負けてはいたけども、せいぜい1番以内の逆転する可能性がある選挙区、こういう重点選挙区で一本化をしようというのが、この間、野党の主なところと市民連合などが話をしてきた大体の方向なんですね。で、それを言い忘れたので付け加えますけれども。ですから冒頭に言いましたように、この菅政権の下でこれ以上この政治を続けさせるわけにいかない、どうしてもこの政権を転覆しなきゃいけない、そういう課題に向かって私たちの今到達している現状についてかなり率直に申し上げました。率直な報告、実情を言ったつもりですので、なんだそういうことかってお叱りを受けることかもしれません。ただし私たちはそこでひるんでいるわけにはいかないんで、今日冒頭に小出さんもおっしゃったように、何としてもこの政権を倒すために市民と野党の共闘を、この後も可能性を最大限追求して、この自民党、公明党が圧倒的に勝っているというこの状況を変えていきたい、大きな政治の転換を実現していく、そういう選挙にしていきたいというふうに思っています。大変急いで話してしまって、まだ話し足りないことがあったかもしれませんけれども、私の方からの現状報告は以上です。ぜひ埼玉の皆さんとも協力をしながら、とにかくこの自公政権、菅政権の悪政を止めるために、政治の転換を実現するために、多少の困難があっても、残った可能性に向かって残った期日、全力を挙げて、お互いに頑張って、大きな成果を上げることができればいいかなというふうに思います。
ちょっとすいません、声がもうガラガラになってて、大変お聞き苦しかったと思うんですけれども、以上で私の方の報告を終わりたいと思います。